さあ新年一発目のイベントということなんですけども、えー、2024年の1月の7日になんとですね鬼滅の新たなイベントというかアニプレックス 20周年アニバーサリーイベントの開催が決定となりました。いや、めちゃくちゃ嬉しくて本当に楽しみなイベントなんですけども、え今回ですねえ、こちらのイベントでは、なんと、鬼滅の新たな最新情報の解禁が期待できるんですよね。で、まあ、どういった最新情報が解禁されるのということなんですけどもえ、柱稽古編の放送日の確定だったりとか、主題歌の解禁だったりとか、 かあとはですね再放送のお知らせなんかが結構期待できるそんなイベントとなっております。 はい、ということで、まあ、再放送に関してですね、え、今年の12月に、え、再放送がなかったので、まあ、来年、2024年でね、え、再放送があるんじゃないかなと思っております。まあ、具体的には、無限列車編だったりとか、遊楽編だったりとか、まあ、刀舵の里編ですよね。まあ、無限列車編と、まあ、遊楽編が、特にですね、1月2月に、え、再放送が行われる可能性が非常に高い ということでまあ、そちらのねお知らせっていうのがあるんじゃないかなと思っているんですけどもまあ、刀かしに関してはね柱稽古編の本当に直前に放送すると思うのでまあ、そちらはねいずれ発表となるんじゃないかなと思っておりますはいということでそんなイベントですね詳細を見ていきたいなと思います さあ、ということで、アニプレックスの20周年アニバーサリーイベントということで、開催が2024年の1月の7日日曜日となっております。東京ガーデンシアターにて6時から開演のイベントなんですけども、アニプレックス20周年アニバーサリーイベントテンクスとは、2003年に設立された株式会社アニプレックスの20周年を記念したライブエンターテイメントイベントですと。これまでアニプレックスが手掛けてきた 数々のアニメ、ゲーム、グッズ、エンターテインメント作品を応援していただいたファンの皆様に感謝を込めてえこの20年間を彩るえ特別なステージをアーティストやキャストともにお届けしますとえいった感じのイベントなんですよねさあということで今回ですねえこんな感じでキービジュアルの方が発表となっているんですけども、まあ、左上から順々に見ていきたいなと思いますえ夏目友人帳 銀玉、リコリスリコイル、マドカマギカ、鬼滅なえば、フェイト、化け物語、ルローニケンシン、ボッチザロック、えー、で、下の段が、オレイモ、グレンラガン、うるせえ奴ら、SAO、ハガレン、あの花、魔法科高校、 青のエクソシスとかぐや様となっております。まあこれらの作品たちが特にですね、最新情報が解禁される可能性が非常に高いんじゃないかなと思っているんですよね。まあアニプレックスの20周年なので本当にたくさんの作品タイトル数がある中でこれらがね、ピックアップされているので、まあ特にね、鬼滅もね、新たな最新情報が解禁されるんじゃないかなと思っております。 はい、ということで、今回ですね、ストリーミングということで配信があるんですけども、まあもちろん無料ではなく有料配信なんですよね。開演が6時半からで価格が3900円となっているんですけども、まあ、かなり豪華なイベントですので、まあ有料配信っていうのは当然かなと思います。で、まあなかなかいい値段するので、まあ、皆さんね、ちょっと見られる方と見られない方がいらっしゃると思うんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、えー、ご覧になってはいかがでしょうか。 とと、まあ、いっった感じのイベントとなっておりますはいということでそんな現在解禁されている情報をえ見ていきたいなと思うんですけどもえアーティスト情報の方が解禁となっておりますさあということで解禁となっているアーティストこんな感じなんですけどもえ鬼滅からはエメさんとリサさんの方が参戦決定ということで まあ楽しみですね。エメさんの方が残響参加、そしてリサさんの方がグレンゲだったりとか明け星をね、歌ってくれるんじゃないかなと思っております。アンドモアということでまだまだ追加のアーティストもあるみたいなので楽しみにしておきましょう。 はいということで続いてキャスト陣なんですけどもえキャストからはなんと花江夏樹さんと松岡義嗣さんが一応ね鬼滅の枠としていらっしゃいますね。ままあ、ただ具体的にまあどういった たまあイベントとなるかっていうのはまだ詳細がそこまで発表されていないので、まあどういった感じのねトークショーだったりとかまあイベントステージになるかっていうのは本当にねまだまだちょっとこう解禁されてくるんじゃないかなと思っておりますんでね楽しみにしておきましょう。さあということでアンドマアということでこちらの方もまだまだ追加があるみたいですね。 さあ、そして今回ですね、このイベントに合わせて、アニプレックステレビアニメシアターとですね、12月の2日からも開催されているんですけども、これまでの歴代アニプレックスの作品たちがですね、アニプレックスの公式 YouTube チャンネルにて無料で配信されているんですよね。こんな感じでめちゃくちゃ大量のアニメがすでに解禁というか公開されているんですけども、 半から鬼滅の刃鎌戸炭治郎立志編の方も配信となっておりますのでめちゃくちゃ楽しみですねで今回鎌戸炭治郎立志編からはあおそらく第1話の方が配信となりますのでまあ楽しみなんですけどもまあ、富岡さんとの出会いのシーンなんかが見れるんじゃないかなと思っておりますんで いやーそちらの方もね、ぜひとも皆さん楽しんでいただけたらなと思います。さあ、ということで、まあ、今回こんな感じでね、まあもうすでに結構気合いの入っている イベントとなっておおおりますのので、まあ、おそららく再放送のお知らせはねあるんじゃない、かなと思っておりますねはいということで、新たな鬼滅の最新情報、そして、まあ、このイベント自体もねえ、かなり楽しみですね。えそんな感じで2024年の1月の7日にえ開催のイベントとなっておりますので、え皆さんぜひともチェックしてみてください。はい、ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう bye <sighs>